どうもこんにちは、世界的 VIP 源です。 IIJ ミオなんですけども、なんとですよ、今だったら eSIM お試しキャンペーンっていうのをやってまして、初期費用1円でですね使うことができます。ちょっと前にもやってましたよね。またやるということで、これ嬉しいなと思います。2月4日から3月31日までの期間限定となるんですけども、通常ですね、まあ、初期費用3300円ぐらいかかるんですけども、これが1円でいけちゃうということで、ちょっと eSIM 試してみたいなっていう方には非常におすすめなんじゃないかなと思います。というのも、最近 eSIM に対応しているスマートフォンがちょいちょい出てきてるじゃないですか。それこそ iPhone だったら XS 以降であれば eSIM 対応してるので使えますし、 OPPO の A73 とかもそうですよね。 eSIM とナノ SIM のデュアル SIM でいけますし、みたいな感じで、そういったものがちょっとずつ増えてきているので、まあ eSIM 試してみたいよねっていう方には刺さるんじゃないかなと思って情報をシェアさせていただきます。はい、そもそもね、 eSIM って何ですかっていうお話なんですけど、これ前も説明したと思うんですけども、ウェブサイトから契約することでその場で使えるようになるデジタル的なSIM ですということですね。そして IIJ ミオのですね、 eSIM の特徴なんですけど、まずデータ通信量がお得ですよということですね。そしてキャリアからの乗り換えも一切必要ございませんということですね。はい、でこれですよね、1ギガからすぐに使うことができますよというのがポイント。そして eSIM 対応の PC であったりタブレットだったら Wi-Fi やテザリングが不要ですよということで、これもですね注目したいポイントですよね。そしてお使いのキャリアと一緒に利用可能ということなんですけども、乗り換えなしでデータ通信はお得な IIJ ミオということで、まあ、キャリアのね、1ギガあたりの追加料金というのは、ドコモがまあ1100円ぐらいだと、au ソフトバンクもまあ同じぐらいだということなんですけども、IIJ ミオは495円、税抜きだと450円ということですね。で、一応どんな端末で使えるのかっていうのは、ピックアップしてくれてるので、まあ、ここ見てもらえればある程度わかるのかなという感じに思います。まあ、iPhone とかですね、この OPPO のやつとか、Google Pixel とか、いろいろありますんで、タブレットもね、ここに iPad とかいろいろ書いてあるんで、まあ、チェックしていただければなと思います。そしてですね、料金のお話に関してはしっかり押さえておきたいんですけど、まず基本料ですね。基本料金、月額料金165円かかります。追加データ量に関してなんですけども、1ギガはですね、この300円、まあ330円なんですけども、で追加することができるんですが、2ギガ以降ですねに関しては495円かかりますので、計算してみると、1ギガで合計495円、2ギガになると990円、3ギガ1485円、4ギガ1980円、5ギガ2475円、6ギガ2970円、7ギガ3465円、8ギガ3960円、9ギガ4455円、10ギガ4950円という形になります。プロファイルの再発行手数料は0円ということですね。そして最初に言いました、今だったら1円ですよということになってます。はい、というわけでですね、まあ eSIM がね、今だったら1円で試すことができますよっていうお話なんですけども、もしですね使わないっていう形、ちょっとね寝かせておきたいなっていうことになっても、165円さえ払い続けていれば寝かせることが可能だと思うんですよ。で、使うときに1ギガ追加して495円で使うっていう手もありますよね。こういったですね形に取れるっていうのが非常にいいのかなという感じに思います。まあでも普通の人はあまり寝かせるっていう感覚はないかなと思いますね。メインとかで使う回線にするパターンの人が多いと思うんで、僕みたいに複数回線を契約してちょっとこっち使ってみるかみたいなことは考える人はまああまり少ないかもしれないんですけども、まあこういった使い方もできますよっていう形になってますんで、ぜひですねチェックしていただければなという感じに思います。以上です。お疲れ様でした。